よしよし、それじゃあ今度は族退治へ出発だ。場所は、まずは西のオルトフェルデンの村で調査だ。よし、頑張っていこうよ、ガッツガッツ。はい、メロールいなければ今のなかったんですかね。ガッツガッツね。ん、族がよく出るんだ。どっかの戦いから流れてきたのか。嫌な感じね。いいね、ノアは主人公だね。本当に。さあ、オルトフェルデンは前回行ったとこっすね。さあ、着いた。オルトフェルデンの、ここなんだっけ？ここなんだ？バーかな？ああ、あったね。教会じゃないっつったとこか。なんもないね。おや？あなた方はもしかして警備隊の？早速来ていただけるとはありがたい。すぐに村のものを集めます。警備隊の小隊長代理、ノアです。この辺りで賊が出没してると聞いてきたんだけど。ありがたい、グリム枠のお嬢様に感謝せんと。ああ、ここや近くの村を襲ってるやつがいるんだ。資料罠を壊されたりもしてる。買い出しに出たのが襲われたりもしたんだ。野菜畑を荒らしてたやつがいる。他の村でも行商人が襲われたらしい。それでどんな連中なんだ。変な三人組だった。ヒゲ面の偉そうなやつ。俺が見たのはフードをかぶった怪しげなやつだった。え？おお、なんかピンクの裾が長い服を着てたって聞いた。あれ？なんかそれっぽいのいますけどね。三人組でヒゲ面でピンクのフード、どんなやつだ。ヒゲはないけどピンクで長いスカートの人はいますけどね。そいつらの根城か何か分かればいいんだが。西の方へ引き上げていったって話があるが、そっちには何もないはずだし。西か、もしかして何かあるのか。昔ここから南西に行ったところに古い坑道か何かの出口が見つかったことがあった。子供が迷い込んだのでそれは塞がれたんだが、誰かがそれを見つけたのかもしれん。行ってみる？他に手がかりとかは。調べてみる価値はあるかもな。無駄に終わったら？その場所は問題なかったって分かるのは価値がある。そう思わないか？それでその行動の場所は？うむ、塞いだ時に目立たない目印を作っておいた。それを教えよう。ありがとう。それじゃあ早速行ってみよう。お願いします警備隊の皆さん。はい、行ってみようか。南西の古い坑道。南西、あれか、まあ道沿いに行けばだね。めっちゃ目立つけど
あれか。あれ一応塞いでんだよね。うん。油断せず行くぞ。はい。そんだけ？はい。900円。でかいね。入り口に900円ででかいね。ここが村長が言ってた場所か。何でも目印があるって聞いたが。あら？あちらは？やりましたね、こげん将軍。今日はついてる。ラッキー。鳥料理だ。飲めがいいかな。俺様の天運のおかげだな。さすがです、こげん将軍。俺は一生こげん将軍についていきます。いや。獲物がかかった罠を見つけただけ。さあ、我が城に凱旋だ。あれが犯人だ。うん、間違いない。うん、間違いない。え、そうかな。確かに怪しいけど、そんな簡単に犯人って決めていいのかな。とりあえず後を追ってみよう。うん。かつてはこの行動で良質な鉱石が取れると賑わっていた。あ、今はモンスターの方が危ない。そうでしょうね。はい、じゃあ行こうか。わあ、そんな感じ？すごいね。なんか、ん？まあとりあえず目的の場所まで行ってみようか。枝分かれしまくってんな。あ？トロッコ。このトロッコ動かせそうか。ふむふむ、いい考えだよ、ノア君。試してみたまえ。マジ？ああ、そんな感じ。ちょっと待って、え、乗るんじゃないの？え、自分で押すの？どういうこと？邪魔だからちょっと動かしただけみたいな感じになってるけど、これでいいのかな。乗れないんだ。あー、これも？ここに置いて石材。はいはい、この先に。おい、さあ行くよ。わあ、いっぱいなんか変なのいる。で、戦闘なんですけど、ユーゴがねちょっと特殊で、まあとりあえず選んでいこうか。いや、オクトパス、バーテツいますね。で、リャンも殴って、メロールはマジカルキューティーショットで。で、ユーゴは、直接攻撃ができないキャラなんですかね。なんか選べなくて。代わりに、カウンターは毎回できるんですよね。多分 SP 使わずに。で、挑発して、カウンターを返すってやつで。そうだ、来いよ。みたい。ちょっと変わったキャラっすね。ただ、多分誰よりも早く行動できるんだよね。挑発だから。
だから敵ですごい素早い敵とかいた場合は優吾に言ってくれるから、それはそれでいいのかなみたいな風に思ってますね。ん？いけないんだ。あれ？挑発が来ないんだけど。挑発、おい。え、挑発は聞いてんのかな？誰に挑発するみたいなの選べたっけ？そら来いよ。選べないよね。実質何もしなかったみたいな感じなんだけど。マジか。ユーゴが難しいな。いいね。レベル上がったけど、どういう使い方したらいいんだ？うん、いいね。さあ、この上行って、一旦戻るか。左にね。これ、ああ、そっか、これで進めないとかあんのかな？ん？ちょっと待って、これ、これどうしようか。奥に宝箱見えるんですよね。だけど、押したら取れないし、引くしかないね。ああ、パズルみたいな感じか。で、左から来るんだ。なるほど。はい、戻ってきた。で、あとね、パーティーを変えて、隊列か。ユーゴを前に出しましたね。と、挑発カウンターが、多分公園にいたら機能しないんで、直接攻撃って多分ね、前衛にしか届かないんですよね、敵も。遠距離タイプとかだったらまた別だとは思うけどね。ね。だから前に出しといた。これで、ちょっと変わるんじゃないですかね。あ、まただ。これ避けられるよ。避けらんない？避けられる。OK。アイク正義の魔法少女、メラール。ただいま参上だよ。うん。ちょっとやってみようか。多分これでいけると思うんですけどね。なんかすぐ倒しちゃいそうな気もするけど。え？攻撃できるんだ。あ、そういうこと、公園にいたから、ユーゴは、挑発カウンターしかできなかったんだ。あ、そういうことかな。マジ？じゃあ、あ、でもリアンはいけるんだ。リアンは公園からでも攻撃できるんだ。で、フランチェスカはどっちもいけるんだ。いけないんだ。やった！来ないかな。倒しちゃいそうだね。おい。どうなったの？ユーゴは、カウンターした今。わかんなかった。そうだ、来いよ。倒したね、これ、普通に。アタッ！アタッ！ワッ！楽勝！よくわかんないな。はい。トッパーズ。トッパーズは、物理防御か。低い人につけるかな。か、前衛キャラ。ユーゴにつけるか。ユーゴね、防具がちょっと弱めなんで、つけといたわ。ユーゴの使い方がちょっとまだわかんない。押して。んで、これで取れるでしょ？はい。土のルーン。ああ。ルーンはでも言ってみんな、何かしらつけてんだよね。
ね、何かしらつけてるんで、あ、遊具変えてもよかったかな。暗闇耐性のルーン変えてもいいかもね。まあいいや。ここでは付け替えらんないんでね。無理に、めっちゃ揺れる。めっちゃ揺れる。揺れる。で、まっすぐか。上行けるけどね。あ、行けないね。トロッコがあるね。横から押さないといけないパターンだ。これ揺れるんだよ。ね。揺れるのちょっと嫌だな。おお。そんなんありなんすね。どこだこれ。あ、上下あるんだ。あー。広。なるほど。よく見えないんだけど、複雑でちょっと分かりづらいな。とりあえず多分回っていくよね。上に行くでしょ。いや、は？なんだこれ。ああ、行こうか。よくわかんない。これは？ヘビーヘルム。いいね。変えようか。うん。ああ、力も上がるね。いいね。装備すると首に力が入る。重いんでしょうね。じゃあ戻って、上に上がって、あ、なんかいる。誰かいるね。どっちだこれは。うん、ぐるっと回って。そんな複雑でもないのかな？行ける道は一本だけだね。愛と正義の魔法少女、メロール。なんかいる。またラビットだ。ラビットランサー。ラビットメイジもいる。かっこいい。なんかお面がかっこいいね。硬えな。どうだ。あら、とどめ。こんなもんさ。なんかだいぶパーティーっぽくなってきたね。すげえ、経験値でか。ルーンが新しく解放された？メロールとノア。え、マジ？新しく？おお。で？あ、そういうことか。枠が新しく解放されたから、はめなきゃいけないんだ。このままだと何もないんだよね。ああ。なるほど。ガオは少ないね。ね。最大で8つだけど、人によっては、こうやって4つとか、少ないんだ。メロールは、6つか。増やせんのかな？枠。うん。まあいいね。まあ次村戻ったら、付け替えようか。さあ、裏とかに宝箱ないのかな？わかんないよね、あっても。さあ、上に行くでしょ、これで。はいはいはい。毒消し。あるんでしょうね。はい。で、この裏にもあったよね。宝箱がね。900。いいよ。おお、月崩しのルーン。月崩しのルーン。
いいね。あ、でもはめらんないんだ。そっか。不便だな。で、ちょっと消耗したんで。うん。まあ、毒タイプがこの後出てくるんでしょうね。なんかいるね。なんかいるね。裏に来た。下に行く前に喋っとくか。戦闘になるのかな？力のルーン。いいね。これも先取っといて。一応回復しよっか。何か用か？ヒロ、さっきの3人組の人ではないね。こんなところで何をしてたんだ？ここはモンスターも出るし、危ないぞ。おお、俺のことを見つけ出すとはな。こいつは面白い。いやー、すまんすまん。俺はヒロ、旅の道具屋として大陸中で商いをしている。さっきは売り物になる素材を取っていたのさ。こういうとこはあんまり人が来ないからな。俺を見つけるやつなんてそうそういないのさ。そうだったんだ。邪魔をしたならすまない。いや、いいってことよ。大概は俺の見た目や雰囲気で話しかけられないようなことばかりだしな。そうだ、これも縁だ。お前さん、名前は？俺はノア。ノアか。ああ、最近警備隊で一躍名前が上がっていたな。それがお前だったか。へえ、そうなんだ。俺を見つけた観察眼といい、将来有名になるだろう人物だからな。ぜひ俺の店をひいきにしてくれよな。買い物をしていくか。おう。え？わかった。道具屋。おう、見ていけよ。ごめん、飛ばしたわ。ゆっくり見ていきな。旅の道具屋。癒しのお香。あ、いいねこれ。全体 HP60 回復。あ、つか今気づいたけど、固定なんだ。薬草は40固定で、癒しのお香は60なんだ。250円は高いけど、でもいいよね。8個しか買えない？あ、そっか、持てないんだ。そういうことか。カバンレベル1ではもう持てないんだね。じゃあ、いつ使っとくか。で、売るか。復活薬は売れないね。装備売るか。ね。全部いいでしょ、もう。っちゃって。ヘッドバンド、革の帽子、木工の額あって。うん。はい。はい。ルーンは売れないね。ね。ルーンも含まれるんだ。そうか。しょうがないな。で、癒しの子は4つか。じゃあ、あと3つ買おうか。ああ、薬草も買っとくか。はい。よし、それじゃまたな、未来の有名人。ん？ああ、よかった。またここに来たら買えるんだよね。おお、ノア。なんだ、売り物を見るか？よう、入りようか？ああ、いいね。ま、はい。それじゃ。まあまた足んなくなったら気軽に来る場所ではないけど、うん、まあなんとかなるということで。え、どこだっけ、下に行くんだ。うん、これで OK かな。血なんかあったっけ。ない。
じゃあ前に。で、広いね、本当に。左に行きたいけど、まっすぐも行ける。行ってみようか。いや、これ途切れてんな。ね。じゃあ左に。ん？これはなんかぶつけなきゃいけないパターンかな。なんかある？こりゃ、随分と大掛かりなリフトだ。リフト？下ろして使うってことか。で動きそうなのに。これ重みをもう少しかけたら動くか。ああ、なるほど。だ、うん、どうしようか。どっち使う？これそうじゃないよね。ここに使うんでしょうね。じゃあこれ使うか。足んない？何か重そうなものを持ってくれ。あ、これも？二つともいるの。はい。これで？おお。で、上がった。おお、動いた！錆びついてでもいたようだな。よし、先へ進もう。なるほど。で、前に進めるんだ。で、下ろしたやつは多分後で使えるんでしょうね。じゃあ今回これで以上です。初めての隊長代理としての仕事ですよね。まあ今のところやれてるかな？うん。まだ3分の1ぐらいだね。はい。じゃあ次回も行動をね、廃校を調査していきましょうということで、ありがとうございました。